キーパンチはカード先行機とも呼ばれ、1950年代から1970年代にかけて、主にパンチカードシステム及びその後のコンピューターシステムへの入力用にデータを手作業で紙製パンチカードへ記録するのに使われた。日本も含めて世界的には IBM 社の IBM024 先行機、IBM026 印刷先行機などがよく利用された。 なお、キーパンチを操作する人をキーパンチャーと言って、当時は専門職業として尊重された IBM-026 キーパンチ。中央情報にピンク色のプログラムカードがマウントされている。ハーマン・ホレリスが発明したと言われる記録用カードとキーパンチは、1890年代以降、アメリカ合衆国国勢調査局により人口調査に使われてきた。 CTR 社はこの技術を利用したキーパンチと統計機を1923年から販売してきた。第二次世界大戦後、IBM 社によりキーパンチが販売され商用に広く世界的に利用された。日本でも1950年代から始まったパンチカードシステムから1970年代にコンピューターシステムの入力が表示装置と 直メディアに変わるまで広く利用された。IBM の80ランカード。縦長の長方形のパンチがされた。IBM024 先行機と IBM026 印刷先行機は IBM80 ランカード用で1949年に発表されている。カードは右上に30枚ほどスタックできて、 カードは下方にフィードされ、中央の先行部分で右から左へ、一覧ごとに、数字0から9、または、カード紙型の XY、Z ゾーンも使ってエージおよび簡単な特殊文字が、先行され、それが終わると、左上の部分にスタックされると同時に、右上のスタッカーから次のカードが、自動的にフィードされてくる。i b m は、i b m に比べて、 各欄の最上位置に文字が印刷できる。IBM024 または IBM026 で選考されたカードを検査する目的に IBM056 健康機が使われた。IBM029 キーパンチ1964年 IBM 社の新汎用コンピューターシリーズであるシステム360の発表に合わせて i b m 0二九印刷選考機も発表された。 先行できる文字数が拡張され、1バイトで表現できる文字の通常を使われる特殊文字も含めて先行できるようになった。消費電力も少なくなり、キーパンチ独特の騒音も少なくなり、キータッチも軽くなった。i b m 五千九百二十四千九百七十一年、IBM 漢字システム処理用に、i b m 五千九百二十四 t 零一型漢字、 先行機が発表されている。これは、上記 IBM029 先行機の A12 型のカタカナ付けに漢字キーボードを追加して、漢字コードの先行を可能にしたもので、1日本語文字を2欄を使って先行している。同様な機種は日本だけでなく、韓国と台湾でも発売している。IBM029 先行機ともに、IBM059 健康機が広く利用された。 アン、IBM のシステム、3用96ランカード。1970年代に、IBM は中小型コンピューターシリーズのシステム、3を発表し、新しく96ランカードを発売し、このために、新しい先行機も発売している。日本のコンピュータメーカーも、IBM システム、362、対抗、後には、五感の電子計算機を製造。 販売したが、同時に同じフォーマットに対応したパンチカード用周辺機器も販売した。例えば、日立製作所は1区8000シリーズ用にを販売している。アメリカ合衆国国勢調査局の職員、ジェームズ・パワーズが人工調査用にパワーズ切りパンチを開発し、後にレミントンランド社と合併した。ユニバックの90ランカード。 丸穴のパンチがされた。レミントンランド社のユニバック部門は、自社の90ランカード用、IBM 社の80ランカード用のキーパンチを製造、販売して、これらも日本を含めて世界的に使われた。キーパンチを操作する人をキーパンチャーと言って、当時は専門職業として尊重された。ありがとうございます。